ぶっちゃけ今週から本気です。ある意味第1回です。え、ちょっと待って、じゃあ先週までの放送は何だったの？茶番です。茶番です。茶番？茶番です。茶番って何？わかりません。あのチャーハンのあの、はい、もうちょっと長くしたやつ。そうです、そうです。うもう何でもいいです、それです。いや、すごいんですよ。ええ。もう1回目2回目ってほとんどお便りやっぱりあの、来てなかったじゃないですか。まあね、いろいろ放送上の理由で。放送上の理由で。しょうがないんですけども。それというよりも収録の、はい。そうですね。じゃあ2本撮りしちゃったのね。もうしょうがないんですけど。でも今回。いや、もう。すごいですよ。嬉しい、ここに。これ。すごい量のね、メールをいただきました。もう、まいちゃん、もう一回拝もう。はい、この束に向かって。ありがとう。もう、嬉しいね。嬉しいね。もう、温かいメールがね。これ。たくさんね。ねえ。皆さんのツッコミとかも含め。本当ですよ。ありがたい。ありがとうございます。じゃあもう、今回からは、はい、さらに、はい、頑張るって意味だよね。そうですね。もちろんです。頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、なぎさとさなえのお前にレインボー。皆さん、一週間のご無沙汰、中原舞です。バウアーです。ちょっとこれ大丈夫なの？これね、うんうんって今言ってる。大丈夫、大丈夫なんですか？バウアーでーです。俺はバウアーみたいな感じなの？ジャックですからね。ジャックですからね。はい、今大人気ですからね。はい、はい。今日もですね、オープニング BGM はバカ2人でお送りしてます。バカじゃないバウアーです。おいおい、ほんと何度聞いてもこの今オープニングの音楽バカ2人って、はい、そのタイトルがね。そうなんです。あ、そうですよね、これ聞いてるだけじゃ分かんないですよね。バカ2人ですってBGM のことですよね。BGM ですよ。そうですよ。タイトルですよ。ねえ、はい、あのこの作品ね、音楽も素晴らしいですからね。本当そうです。もうぜひぜひ皆さん、はい、音楽もね一緒になって聞いていただいてね。もちろんです。はい。じゃあこの番組は蔵などのラジオですけども。はい。ジャック。はい。ぜひよろしくお願いします。はい。バイバイ行きます。全く関係性が蔵などなのに。はい。アニメが絶賛放送中、感想もカムイ伝くらいいただきました。3ページぐらいあるよ。古川親子がお送りしています。この番組テーマは絆となっております。はい、そうです、うん、まあ、ある意味あの、うん、24も、うん、絆みたいなもんですから。そうなの？あの話って、うん、噛み砕いて言うと、バウアーが好きな人だけを助けていくみたいな、うん、話で、まあ、そのために私も何人死んだってみたいな話なんですよ。いやいや。そうでもなんか絆を大事に。絆をね。ええ。あ、その辺がちょっとね。繋がってるかなっていう。よかったよかったね。はい。なんですけどね。はい。クラナド知ってる人も知らない人も、ながらでいいので、聞いてほしいですね、うん。そうですね。はい。では、今日も最後まで、お前にレインボー。渚とさなえのお前にレインボー。この番組は光坂高校演劇部ブシロードタブリエコミュニケーションズの提供でお送りいたします。渚とさなえのお前にレインボー。じゃあまずお便りなんか紹介しますか。はい、はい。でもここにね、早速、ほう、パンカンが、パンカン、ね、すごい。私は実はもうね食べてるんだけど、はい、まいちゃん食べてないんだよね。食べてません。じゃあこれを早速ね開けて、あ、じゃあまいちゃん食べてる間に、はい、お姉ちゃんあのメールをね読ませていいですか？もう全然あのそのパンのメールがちょうど来ていますので、はい、ちょっと待って、それほら開けるところがプルトップっていうの。はい、そうです。ちょっとそこ開けてみてくれる？はい。パカン、はい、あ、パンカン、ごめん、ちょっと分かりにくかったね。お姉ちゃん、はい、じゃあ早速メール見てみたいと思います。こちらペンネーム下節さんって読むのかな、違ったらごめんなさいね。はい、はい、某アニメの聖地巡礼の帰りに
秋葉原駅でクラナドのパン缶を買おうとしたのですが、はいはい、数十人並んでいました。あらあら、並んでいる人たちは私より一回り二回り年の数が違うであろうおじさまばかり。並ぶ勇気がなかったので後日早朝か平日を狙って買いに行くつもりです。あ、この方とても若いんですかね。若い方ですかね。列に同年代の人がいなかったのが少々悲しかったです。クラス内では知っている人は一人もいないかもしれません。なんだと。いやいやいや、正直あんなに並んでいるとは思いませんでした。そうだよ、クラナドの人気舐めてました、すみません。あそこに弟母私で並びに行くのはまさにKY なんじゃないかと感じました。空気読めない。あ、KY、空気読めない。いや、これはぜひですね、うん、私たちも並びたいぐらい。そうですよ、ですよ。こんな素晴らしいパン缶ですよ、そうです。しかも今開けました。これは一ノ瀬琴美ちゃん、だねー、琴美ちゃんの缶です。レーズンパンを開けました。え、こんなになってるんですね。ねー、すごい。もうこれさ、一家に三つは置いといた方がいいです。ぜひとも。なぜなら、一年賞味期限が持つから、もうね、絶対地震来るからね。ああ。東京も。その、三つっていう根拠は特に、なんとなく。家族分？あ、三人家族分？はい。あ、なるほど、なるほど。お父さん、お母さん、私みたいな。あ、そっか、そっか。でも、まいちゃん、これ。はい。早速。え、これ、丸太状にパンが入ってて、すごい、レーズンパイン。あ、美味しいんだよー。ちょっと固めなんですね。あれ？私食べた時ふわふわだったんだけど。あれ？いただきます。どう？美味しいでしょ？美味しい。そうなの。なんか、生地が結構甘いミルクパンみたい。そうなの。美味しいの。普通に美味しいの、これ。へー。でも、実を言うと、このパン缶はですね、完売してしまったらしいんですよ。ものすごい人気で。ねえ、だから本当に早い時期にね、並んでらっしゃった方はね、よかったなと思うんですけど、ね、後から並ぼうと思ってた方はごめんなさいということで。でもね、こちらね、の方が書いてらっしゃいますけど、この間も言った、ほら、クラナド電車も走ってるっていう話もあったから。そうです。この電車の方は、11月3日まで走ってますから、そうですよね。こちらは見れるよね、まだまだ。2時間ぐらい、ホームで佇んでれば見れるんですよね。かもしれない。ね、2時間に1本ぐらいの割合なんですね。配してるのかな。だからパン買えなかった方は、はい、ぜひ電車の方を見れると。そうですよ。嬉しいですね。はい。クラナドパンでなくてもよければ、はい、ほら、これ、パッケージ以外に中身は、売ってますから。あ、パンの缶詰っていう商品が。あ、そうだね。はい。で、それを買ってきて。そうです。自分で周りに絵を描いて。絵を描けば。そしたらもう気分だけはクラナドパンですから。クラナドパンだね。ぜひ、食べてください。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、早速、次のメールいきますね。はい。そう、これね。お姉ちゃんが、第1回目の放送で、レインボーカレーについて話したじゃないですか。話した。詳細が来ました。お、ペンネーム、木彫り人で11号さん。ありがとう。ありがとうございます。中原さん、きっこ姉さん、レインボー。レインボー。第1回放送で、きっこ姉さんが言っていた、レインボーカレーが気になったので調べさせてもらいました。うん。そしたら、レインボーカレーについて記載されているホームページがありました。うん。正式には、SB レインボーカレーだそうです。パッケージは若かりし日のイカリア長介さんが書かれているそうです。若かりし頃ここに、イカリア長介さんって言ったら、本当に何年前の話だろうっていうぐらい。すっごーい。すごいです。計算するのが怖い。はい、すごいですよね。いや、でもやっぱあったんだね。ありましたね。私の記憶が合ってたと。合ってました。正しかったです。よかったー。はーい。ねー。ありがとうございます。ありがとう。他にも、パンの話を第一回の時させていただいたんですけども、ペンネーム、トビーさん、アンファンさん、ハルハラさん、その他の方からもたくさんの方からいただいたんだよね。いただきました。ありがとうございます。さて、第1回の放送で、パンはいつ頃伝わってきたのという疑問に、オランダ黒船のペリーいつなんだろうと疑問を重ねられておられたようなので、調べてみました。はい。まず、日本語でのパンは、ポルトガル語のパン。これ、ポルトガル語っぽく読んでください。ポルトガル語の、の、の、
パン。パン。大して私と変わんないですよ、ね、じゃあ。P、P& うん、ATILDE、コロ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 ン。コロン、カカンバ。おう、みたいなのが、はい。ポルトガルでパンなんだ。パン。誰にも読めない。誰にも読めない、パン。パン。はい。という言葉が語源になっており、はい。ポルトガルの宣教師によって、安土桃山時代に日本に伝えられたそうですと。そっかー、じゃあ、ペリーさんじゃなかったんだね。ペリーじゃなかったですね。ね。でもなんかほら、ペリーさんと、はいはい。近い。ペリーも、ポルトガルの人でしたっけ？どうだっけ？しまった、またここで日本もそう。違うって。違う？あ、違う。ええ？アメリカ？アメリカ？え、ペリーってアメリカの人？あれ、まあ、じゃあ、わ、そうだよ、まえちゃん、ほら、はい、世の中の人を、はい、ざっくり、3種類ぐらいに分けると、はい、ペリーさんも、はい、ポルトガルの、はい、宣教師の方も、はい、きっと、アメリカの人ですか？仲間仲間人類みんな兄弟って言う？そうですよね。大丈夫。もうだって最初はほら、クロマニョン人とかですもんね。そうだよね。そうです。そうだよね。はい。もっと前がありましたっけね。そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろね、ためになるね。なりますね。私たちがここでわかんないとか言うと、皆さんね、本当にいろいろね、調べてくださって。優しいですよね。ありがたいですね。本当、これからもどんどん甘やかしてください。よろしくお願いします。はい、では、もう一枚行ってみたいと思います。はい、ペンネーム、しなびた姫と7人の恋人さん。ありがとうございます。ありがとう。何でも送ってこいということでしたので、うん、早速ですが、うん、川柳なんぞを読んでみたいと思います。ダメ人間超えるの季節のせいにする。これ私のことなのですが、最近目に見えて超えてきてしまいまし て, てですがほら、秋って食欲の秋って言うじゃないですか。だから何か言われた時、うん、秋のせいだと言ってみたり、でも気づいたんです、春も夏もモリモリ食べてた気がするって。心を入れ替えた私は、どんどんきついエクササイズになるよっておなじみのビリーを購入しました。お、これで私も近々スリマーの仲間入りですよ。さて、では今度は短歌を読んでみたいと思います。はい。数日が経ったがビリーは箱の中、買って安心してしまったよ。とりあえずこれを機に本格的に入隊したいと思います。そうだね。ダメ人間。あ、でもすっごいよくわかる。うちにもビリーあるんですよ。まいちゃん、なんで買ったの？はい、あのうちの妹が持っていて、うん、もういらないからって言ってくれたんですけど、私もあの DVD をあのレコーダーに入れてもいません。でもなんかあるから、もうこれで私は大丈夫って思いますね。でもすごくよくわかる、はい、本当に。確かに、でも秋のせいにするよね。しますね。何でも何かのせいにしますね。はい、でも舞ちゃんは本当にもう何度も言うけどスマートですから、はい、そんなことないですよ。ものすごいスマートすぎるぐらいじゃない？いやいや、私も秋のせいにしたくなるんです。いやいやいや、でもあの食欲があるっていうのは幸せなことですから、あの食べてね、元気に活動できれば、うん、そうですよ。うん、あのいいですよ。超えすぎてるって思ったら、うん、まあそれは、うん、毎日、うん、あの、鏡の前に立って、うん、理想とする人の写真を、うん、その鏡の横に貼っとくといいとか言いますよ。へー、そうなんだ。こうなりたいって思って頑張れるって。ためになる。え、まえちゃん誰か貼ってたりすんの？いや、私は貼ってません。私は貼ってません。うん、がっかりするんで、なんか。うん、うん、うん、わかった。どうも、はい、ありがとう。ありがとう。はい。はい。あ、もう一つ。はい。あの、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ポニーキャニオンさんからいただきました。ポニーさん、ポニーさん。ありがとうございます。なぜかポニーさんのね、メールだけね、うん、手書きなんですよ、ね。手書きなんですよね。もうね。ありがとうございます。しかも可愛いんですよ、字が。本当に ね, ね。いやいや、読みますね。はい。まえさん、キコさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。テレビアニメ、クラなど、大好評ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ところで、キッコさんは、ワイルドストロベリーを結成され、ライブがあるそうですね。そう。今からとても楽しみです。いやー、ありがとう、ポニーさん。そうなんです。実はですね、はい、私、
アニメソングっていっぱい、はいはい、いっぱい過去からあるじゃない？あります。私実はアニソンが大好きで、はいはいはい、カラオケとか行っても7割くらいアニソン歌ってる。私見たことあるお姉ちゃんと一緒にカラオケ行った時に、お姉ちゃんのお姉ちゃんと二人で、振り付きで踊ってくれた。その時はピンクレディだった。ピンクレディだった。あのね、基本、ピンクレディメイン、アニメソングメインの、もしくはピンクレディで歌謡曲ちょっと、みたいな流れなのね。なるほど。ピンクレディはもうやよお姉ちゃんとね、はいはい、しょっちゅうあの振りのチェックとかしてるので。本当に楽しいですよね。楽しいですね。いいですね。で、このアニメソングをですね、はい、なんと、こう、ジャズ風というか、ボサノバ風にアレンジするっていうユニットを作りました。これ、ワイルドストロベリーって言うんですけど、はいはい、女性3人組のユニットで、まあ、詳しいことは、よかったらね、うん、ホームページをね、見ていただけると、はい、ありがたいななんて思うんですが、こちらのホームページはですね、はい、アットマンボウっていうお姉ちゃんの公式ホームページがあるんですけど、はいはい、うん、そこ、見ていただくと、イチゴのマークがあるので、はい、そこを押してもらったらすぐ飛べるし、あ、なるほど。はい。あの、アットマンボウってマンボウ .com っていうんですけど、マンボウのウはダブルです。はいはい、あの、11月10日に、結成記念ライブがありますので、はい、よかったらぜひぜひ、はい、みんなが大好きな、はい、なんか歌をいっぱい歌うので、これクラナドの曲も入ってるんですよね。クラナドの歌も歌う。ただ今ね、はい、若干昔懐かしの、はいはいはい、例えばロマンティックあげるよとか、はいはい、乙女のポリシーとか、うんうん、まあエヴァンゲリオンとか、まあいろんな、はいはい、海のトリトンとか、おー、結構王道系を今やってて、結構みんな誰もが刺さる曲ですよね。そうなの。うんうん、でも今後ね。歌いたい。ぜひ。ぜひ。そうですよね。うん、だってここ将来的に。このラジオで告知したんだもん。いやー、そうだーねー。もう来年には絶対歌えるように頑張る。はい、どうも、ありがとうございます。ありがとうございました。ここでは、皆さんからいただいたお便りなどを紹介していきます。はい、クラなどに関係ある。あるかもしれない、などなど、ないかもしれない、などなど、はい、とりあえずお便りをお待ちしています。アドレスは、ふるかわ@onsen.ag です、うん。ホームページ上のね、メールフォームから送れますよ。はい、送ってください。はい、以上、お便りなどでした。はい、カツサンド。いつも渚ちゃんが言うような、皆さんから来たこれで勇気を奮い立たせるという言葉のお便り紹介していきます。はい、ダンテさんからいただきました。カノン、エア、クラナド、んマールクさんからいただきました。今週の土日暇だから小早川誠さんからいただきました。キッコさーん。ペンネーム、タンスに足の小指を強打さんからいただきました。俺には二次元がある。ペンネーム、ハサニーさんからいただきました。お兄ちゃん、なぎさのシンドバさんからいただきました。バスケしたいです。ヒトデさんからいただきました。みんな、オラに元気を分けてくれ、うん、おちちかじり虫さんからいただきました。めげないめげないめげちゃダメ。ペンネーム、富永次宝さんからいただきました。回転を信じろ。回転の力は無限だ。それを信じろ。ペンネーム、シデンさんからいただきました。私は、新世界の神になる。はい。すごい。たくさんいただきました。いやー、なんか、こう。はい。
なんか心にいっぱい来るね。はい。あの、元ネタが分かりづらくてごめんなさいっていうのもいっぱいありましたけど。あの、分かるものと分からない。分かるものと分からないものがありましたね。でもきっとみんなにとって、はい。それぞれ、はい。あのね、カツサンドなんだね。そうですね。いやー、でもいいわ。私なんか気になったのありました？お姉ちゃん。いや、いっぱいあったんだけど、いっぱいあったんだけどね。うん。なんかね、バスケしたいですっていう方がね、なんか胸に来てね、頑張って。え？何？これあの、スラムダンクっていう。あれ？なんだろう、有名なセリフ？何かあったって思ったんだけど、あ、そうなの？スラムダンクなのね。スラムダンクですね。そっか。あ、でも、あの、クラなども、ともやくんがバスケしたくって、腕が、ね、上がらなくって。そっかそっか、その時の。バスケしたいっていう気持ちとかけてくれたんだと思います。そうだったんだ。まいちゃんは？私は、この、いっこうさんが次流行らそうとしている、めげないめげないめげちゃダメ。これいいなと思いました。実は私、これ好き。いいですよね。うん、どんだけの次にっていう感じでね。はいはい、そうですね。一光さんね、面白いよね。面白いですよね。もう何を言われても笑顔でいられるあの、あ、そうそう、感じがすごく好きなんですよね。そうなの、すごく苦労されてるんだよね。一光さんの本とかで読んじゃった。本当ですか？ドキュメントとかやってましたよね。やってた？はいはい、うん。なんかこう頑張って、だからなんか心を込めて生きようってしてるんだよね。はいはい、はい。そうなんだ。かいやー、面白い。本当にこれだけで180通ぐらい、うん、200通近く届いていたんですよ。もうあのありがとうございます。ね、ありがとうございます。もうあのこう私たちもこう見ながら、こう終わってからもさらにまたじっくり読もうね。そうですね。先にももちろん読むんですけど、はい、終わってからもいっぱい読みたいね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、本当に奮い立ちました。うん。というわけで以上、カツサンドでした。なぎさとさなえの、お前にレインボー。さなえ疑惑。キッコお姉ちゃんが演じているとっても可愛いサナエさん、なぎさちゃんのお母さんなのにあの若さ、どう考えても年をごまかしているのではと疑っている人も多いはず、はい、そんなリスナーさんがごまかしていること、もしくは実は違うんじゃないと疑っていることを紹介していきます。はい、もちろんごまかしとかはないですね。うーん、早速なんなんなんお便りいきます。なん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 ペンネーム、はい、タンスに足の小指を強打さん、ありがとうね。ありがとうございます。はい、中原さん、キッコお姉様、今日もレインボーってますか？レインボーってます。さて、サナエ疑惑ですが、ズバリ歯医者さんです。歯を削るとき毎回必ず、痛かったら手を挙げてくださいね、やめますからと言われますが、僕の経験上、手を挙げてもやめてくれたことはありません。ねえ、かわいそう。絶対最初からやめる気ないですよね、歯医者さん。本当？なんか私前行った歯医者さんはもう、ちょっとでも上げるそぶりを見たら、はい、ああ痛いですかって言って、その先生は優しかった。え、まちゃんとかは？私は痛いのがすごく苦手なので、無痛治療でお願いしますって言って、鼻から消気麻酔とかをこうスースーしながらやってます。それ私も一回だけやったことあるんだけど、はい、すっごい効かない？すっごい気持ちよくないですか、あれ。すごい気持ちよくて怖かった、はい、だってもうなんか天国の階段を登ってるような気がしたの、私的にね。こんなに気持ちいいんだと思って、はい、だからね、まあだから麻酔とかもね、怖いけど、はいはい、まあちゃんとした病院だったら大丈夫だろうけど、はい、まあそういうのもあるからね。ああ、そうですよね。なるべくね、自然な状態でやれればいいんですけど。本当だよね。はい、でも私ね、知ってる人でね、歯医者さん治療してる時にね、なんかガーってやってて、もう死ぬほど痛かったのに、その人は、なんか我慢強くって、もう痛いって言ったら悪いと思って、もう本当に我慢してて、もう最後の最後に、もう、ただでもぜひ痛いですって言ったら、歯医者さんが、あれ神経はい、ついてたって言ったんだって。先生は神経がもうないと思ってガーって言ってたらしくて、なんか、半笑いで言われたんだって、もうね。それは痛いよ
った方がね。そうですよね。いいよね。これはでも歯医者さんの色的には、でもいろんな歯医者さんいらっしゃいますからね。うん、そうですね、うん。もしかしたらその手を上げるのが、ちょっと小躍りしてるように見えたとか。何？小躍り？小躍り？痛いです痛いですってこう手を上げてるんだけど、小指を京田さんは、でもちょっと気持ちよくて踊ってるからね。踊って、先生的に、踊ってる踊ってる。おいおい。おいおい。かもしれないですけど。じゃあ、色を何色にするまいちゃん。歯医者さんでしょ？そうですよね。まあ、でも。じゃあ、金歯。金だ。金。金。すごい、どんな何等賞ですかみたいな。わかんないけど。じゃあ、金歯ということで。金歯で。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いていきます。はい。ペンネームテイルさん。ありがとう。中原舞さん、井上紀子さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいました。いらっしゃ、こんにちは。お邪魔します。さて、はい、この大事件を聞いてください、うん。私がカスタードプリンを買って冷蔵庫に置いておいたのですが、食べようと思った時にヨーグルトに変わっていたんです。家族曰く、衣替えの季節だからね、カスタードから乳酸菌にファッション替えしたんだよ。疑わしい。そんなことできるの？そんなことできるカスタードがあったら私も欲しいですね。なんかあれみたいじゃない？はい。出世魚？出世魚！なんか名前が変わる。タラ、タラから。あれ、何かがタラになるんでしたっけ？わかんない。ニシンがタラになるんでしたっけ？別なの。わかんない。何かが何かになって何かぐらいになるんだよね。そうですね。なんかすごい、でも新しい食べ物だね。そうですね。プリンで、プリンなんですが、はい、賞味期限が切れた後はヨーグルトになります。ちょっと待ってください、これそういうことですか？違う、わかんない。ちょっとある意味酸っぱくなってたみたいなことですか？わかんない。乳酸菌じゃないですからね。わかんない、大丈夫かな。ねえ、本当にもう早く、家族に言っとくべきですね。食わないでくれと。俺のプリン食わないでくれと。そうだね。なんでしょうね、これは。もうこれ真っ黒ですね。真っ黒ですか。これ真っ黒ですよ。そうだね。はい。まあでも、美味しかったら、まあ、黒か。まあどっち、でも、でもヨーグルト置いてあっただけで、ちょっと優しいとこありますよね。ああ、そっか。そういうことなの？あれ？お姉ちゃん？そういうことなの？お姉ちゃん？やっとわかった。あ、本当に酸っぱくなってると思いました？私本当に変わってんのかと思った味が。あ、いやいやいや。あ、なんだ、お家の人が食べちゃった後にヨーグルト置いててくれたの、はい、優しいよそれは。私お姉ちゃんみたいな家族が欲しい。なんで絶対これ。いや、もうむしろこれを黒というのはもう私はもうピンクにしてほしい。ピンク、うん、わかりました。だって食べちゃったんだもん。そうですよね、うん、しょうがないですよね、うん。お姉ちゃんも、ほっちゃんのプリンとか食べたりするんですか？私正直ね、昔ね、ほっちゃんが取っといたチョコレートを食べちゃったことがあって、はい、それで、はい、ほっちゃんに、ママ食べたでしょって言われた時に、はい、え？なん、食べてないよって、食べてないよって言ったんだけど、ママ、はーしてみてって言われて、はーってしたらチョコの匂いがするって言われたことがあって、ほっちゃん、賢い、ごめんなさいってすぐ言ったんだけど、まあ、はーしてみてはもう無理だね。もう無理ですね。無理だね。ごめんなさい。私は黒でした。お姉ちゃんは黒だった。はい。でも、テイルさんちはピンクにしてほしいな。ね、はい。ヨーグルトだもん。そうですよね。うん、優しかった。うん。はい。まだいけるかな、はい、はい。続いて、ペンネーム、レインボーパンマンさん。ありがとうございます。どう今、このペンネームを見て、うん、あ、レインボーマンじゃないんですけど、うん、お姉ちゃんが、うん、クラナドを撮ってる時に、うん、いきなり歌を歌い出して、あれ、この歌って何の歌だったっけって言い出したのを思い出しました。それスタジオで？はい。でも結局、うん、ライオン丸だったんです。私、スタジオで歌を歌い出したんですよ。これなんだっけ、ライオン丸だった？ライオン丸だったなってちょっと思い出して笑っちゃいました。アニソン好きだからね。アニソン好きだから。常に出てきちゃうね。特撮までいけちゃうみたいな。いけちゃう。でも、そうか。まあ、さりげなく突っ込むね。もう。
素晴らしいと思って。すいません。言いますね。はい。はじめまして、こんにちは。こんにちは。こんにちは。俺が思うに、さなえさんは毎度毎度泣きながら町内を走っているから。あ、実はそうだね。恐ろしいほど体力あるのではないかと思うのですが。ああ、そうだね。そうですね。さなえさんは泣いてどこに行ってるんでしょうね。そうだよね。で、一周回ってる。泣きながら。いや、確かに泣きながら走るって苦しいよね。はい、苦しいと思います。でもずーっと泣きながらか。なんでも私の予想だと途中から、はい。スキップに変わってる気がする。だってさなえさんだもん。そうですよね。で、だん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 なんか楽しくなってきて、こうランララランランとかなって。帰ってくる頃にはもう忘れてる。うん、多分ね、公園あたりを、はい。に行くともうランララになって、多分花とか摘んで、はい、何にもなかったよりただいまって帰ってきちゃってるんじゃないかな。さなえさんだったら、そんな気がするけど、でも体力は、そう、どうだろうね。でもあると思いますよ。じゃあ、あるってことで。はい。じゃあ何色にしたらいいの？あれ、これは何を疑ってるの？あ、わかった。泣き虫なんだけど、はい。なんかこう、弱々しいふりをしてるけど、強いんじゃないってことかな。そっか。それはそうだと思います。でも黒というのはかわいそうだよね。違いますね。かわいそう。でも、そうだけど、はい。じゃあ何色かな？茶色。いい妙。はい。じゃあさ、パン屋さんだから。パン屋さんだから。パン屋さんだから。茶色。ん、なんで？パンが茶色だから。あ、そっか。あ、まあ、マリが薄茶、はい、薄茶色ね。薄茶色だから。了解で、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。というわけで皆さんもぜひぜひね、はい、何かごまかしていること、疑っていることなどね、はい、あの、メールにね、書いて送ってきてくださいね。はい。キクコ、キクコ、話をキクコ、キクコです。以上、さなえ疑惑でした。なぎさとさなえの、お前にレインボー。皆さんの家には蔵や納戸ありますか？蔵に眠る家族との絆を結ぶ一品、蔵にまつわる心温まるエピソードをここでは紹介します。2週間ぶりです。2週間ぶりだったね。はい。じゃあ早速行ってみますね、うん、はい。ペンネームペンヌペンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なかちいのう、うぽぽん？うぽぽー！うぽぽー！はい。先日、友人宅の蔵から、江戸以前のものと思われる小判が大量に出てきたそうです。すごーい。小判に全く詳しくなかった友人は、それを機に調べ始め、すごく詳しくなりました。結局その小判は蔵に戻されたそうですが、鑑定士やら近所のおばちゃんやらが出てきて、一時は大変だったそうです。私たちが普段使っているものも、何百年か経てば骨董として価値が出るのではと、いろいろ集めてみますが、やはり私たちにとって、それは消耗品。結局大掃除とかの日に捨ててしまいます。だから取っておくと金銭的価値が出るんでしょうね。お二人とも何か収集しているものはありませんか？というメールです。ありがとうございます。ありがとう。すごい、小判。ねえ、すごいですね。小判って言うと、はいはいはい。こういうやつの。え、あの、金色のあれですか？よく。ネズミ小僧とかが。が持ってる。あれですか？ペチンみたいな感じ？エチゴやカシオリ。カシオリみたいな。私一回小判菓子っていうのを、小判の形のお菓子を食べたことがあるんですけど。ちょっと気分的にはちょっとリッチですね。そうですね。うんうんうん、すごいね。だって純金ってことですよね。ってことなのかな？もしかしたら、小判だもん。ペヌペンさんは男の子なのかな、うん、ペヌペンさん男の子かな。あ、で、ちゃんと PS、はい。どうやら小判は本物だったようですって書いてある。すごいねー。それを公表すれば、うん、嫁来ますよ、いっぱい。嫁いっぱい来ますよ、いろんなとこから。僕には小判がついてます。本当に。そこ？いや、私も嫁に行きます、そんなの。あ、小判がついてた。小判がついてた。おいおい。小判でハッピーを叩かれたい。これか、これがいいのか。泣いちゃんって面白い。
すごいね。いやでもね、うん、すごいと本当にすごいと思います、うん、本当だね、うん、でもお二人とも何か収集しているものはありませんかっていうことなんだけど、まいちゃんは昔からなんか集めてるものとかある？全くないんですよ、物に対する執着が。あ、でもそれはそれで素敵なことだね。あ、なんかね、でも、うん、すごい寂しいですよ。でもね、何もかんでも捨てちゃうんで。あ、でもなんかね、なんか本に書いてあったけどね、うん、物に執着しないっていうのはやっぱ心が豊かな人ほどっていうのを読んだことがある。なんか心が満たされないと欲しい欲しいと、なんか物が欲しいというなんか気持ちになりやすいんだって。まあ全てではないかもしれないけど、うん、きっとまいちゃんは充実してるんだよ。そうかもしれませんね。えやっぱ犬とか、うん、何か心の拠り所があると、そういうのってあるかもね、うん、そっか。お姉ちゃんはないんですか？お姉ちゃんはね、なんかいくつかあってまずハンカチ、ハンカチマニアなの。へー、私ハンカチが大好きで。あ、確かにお姉ちゃん、うん、いつもハンカチ持ってますよね。もうね、持ってないと、うん、もういても立ってもいられないぐらい、こうね、ハンカチを持ってるだけで落ち着くのね。で、ハンカ、だから家出る前にハンカチは必ず、で、2枚出なきゃダメなの。へー、何かあった時のために。なんで何が何だかよくわからないんだけど。まあ、本当にハンカチが好きで、いっぱい集めてて、で、柄とか、こう、レースとかにこだわってて、結構、なんか、色とかも、お洋服に合わせて、今日は白いセーターなんだけど、赤い、あれ赤いね。でも可愛いですよ。持ってると映える。映える白に、うん、大丈夫、うん、ちょっと小鼻模様なんだけど。え、何枚持ってるんですか？もうすごくいっぱい集めてて。で、結構、普通のサイズだと使えるんだけど、ちょっと大きめとかってなかなか使えない、使えないじゃない、うん、そういうのはもう、お家にこう、貯めて、たまに広げて、こう、うっとり見るの。へぇー。綺麗とか、可愛いみたいな。すごい。ちょっとハンカチはすごい好きかな。でもなんか最近手拭いとかハンカチが流行ってて。流行ってる。手拭いも可愛いの。可愛いですよね。そう、その手拭いで、ね、何か誰かにお裾分けをしたいときに、ちょっと包んで。素敵。あげたりすると喜ばれますよね。日本の心だね。私この間お友達が夏の暑いときに手拭いをカチューシャみたいに巻いてて、それがすごい可愛くって。はいはいはい、分けるこうキュッてこっからこうなんかバンダナみたいな感じですか？バンダナキュッてこうリボン、上をリ、うん、にリボンみたいにしてて、はいはいはい、暑いからとか言ってたんだけど、手ぬぐいっていろんな風に使えるんだよね。本当に面白いんだよね、こういうのもちょっと ね、うんうん、ね、ちょっと頑張ってみます私もね。じゃあもう一枚いけますか？はい、はい、ペンネームキュウリは焼かないバーベキューさん、ありがとうございます。ありがとう。さて我が家はど田舎の兼業農家ということで、うん、蔵の中はお米でいっぱいです。お、不届きな米泥棒くんから米を守るために、うん、屈強な錠前をつけて厳重に蔵を守っています。うん、うん、しかし本当に怖いのは泥棒くんではありません、うん、本当の敵それはネズミさんなのです。へー、どこからともなく侵入してきてお米を食べていきます。そんなわけで年に一度は蔵の大掃除を行います。毎年毎年逃げるネズミを見つけては追い回し、かわいそうですがほうきで一撃にしていきます。そんなわけで今メールを打っている10月7日蔵掃除の決行日でした。今年はなぜか運よくネズミさんがいませんでした。今年は後ろめたいこともなく美味しいお米が食べられそうです。ではお二人ともこれから楽しいラジオ楽しみにしております。米送ってもいいでしょうか、番組宛てにというメールです。ありがとう。すごい。でも私たちのうちパン屋さんなんですよね。でもありがたいね、この気持ちがね。気持ちがね。ありがとう。もうでも気持ち、あそこに送ってくれれば届くんじゃないですか。どこどこ？ホームページの方で飛んで、うん、住所とか多分載ってると思うので、うん、そこに、あ、もしくは、うん、アネモネかアイムエンタープライズに送っていただければ具体的具体的みんなでね。いや、もうね、はい、でも本当に、まあ、本当、気持ちだけでいいんですよ。お気持ちでいいです。その気持ちがあれば。ありがとう。はい。もし本当に送りたいんだったら、アイムか、アネモネ。繰り返してみちゃった、まいちゃん。まいちゃん、もう、おかしい。ありがとうございます。でもありがたいね、もう。本当に、ね。10キロの気持ちでの。10キロ？いやいやいや。
いやでもすごい本当に蔵ってみんなあるんだね、はい、あるとこにはあるんですね。なんか物置でもいいよなんて言ってたけど、うん、すごいですね。蔵から本当にいただいちゃいました、うん、蔵の皆さん蔵の皆さんありがとうございます。蔵なんどのコーナーでした。渚とさなえのお前にレインボー。透き通る夢を見ていた柔らかい永遠風のような。さあ今日たくさん喋りました。やっという間に楽しかった。楽しかったですね。やっぱり皆さんからのこうメールを読んでるといろいろこう話が弾むね。そうですよね。楽しいね。もうほんとびっくりするぐらい、うん、たくさんの方に送ってもらってるので、うん、幸せだね。幸せです。本当にありがとうございます。はい、まあ、今回第3回目は絆と題してお送りしてまいりましたが、うん、いかがでしたでしょうか。あれ待って、1回目と2回目も絆じゃなかったんだっけ。3回目は絆として、3回、うん、はい、深まったしますね。はい、はい、じゃあコーナーのおさらいしていきましょう。そうですね。はい、皆さんからのお便り、他送っていただくお便りなど、お便りなど、はい、渚ちゃんがみんなの奮い立つセリフを読んでくれるカツサンド。あ、これも楽しかった、うん、うん。ごまかしています&疑わしいと思うことを紹介するさなえ疑惑。もう多分ずっと私はここの読むたんびにドキドキしてるドキドキするなんかこうごめんなさいみたいなそしてそして、クラや難度から出てきた一品や心温まるエピソードを送ってきてもらうクラ難度。はい、クラ難度。はい、まで、ホームページの投稿フォームから送ってみてくださいね。はい、皆さんからのねお便りが私たちの心のビタミンですからね。はい、そうです。はい、お相手は中原舞とバウアーでした。来週もさなえとなぎさの、間違えた、なぎさとさなえのお前にレインボー、ボンボボンボボンボンボンパワー。なぎさとさなえのお前にレインボー。この番組は光坂高校演劇部、ブシロード、タブリエコミュニケーションズの提供でお送りしました。